うまっ。屋台の焼きそばに一番近い、もっちりしてて、そこにこうミートソースが。でも美味しい。またかお前は。友達再起しててバイバイ。バイバイ、ごめんね。友達。いらっしゃい。山梨県内初テレビや YouTube で話題の昆虫食事。コオロギ、カイコ、オケラ、イナゴ、バッタ、サナギ、ゲンゴロ、ゲンゴロファンの。じゃあ高めていいかな。やだー。おー。インパクトのあるものめっちゃ書いてあるし。金が臭いって書いてある。ちょっとお土産は。はい。お土産。あ。夫婦で表彰する。あ、そうそう。山梨県全パリッパリパリッパリ硬くて柔らかいと思うとあんま好きじゃなくて硬くて美味しい。うちのとこはみんな硬い。そうなの、硬、うん、く作るのが方法とかあるんですか。いや、うちのはなんかわかんないけどだから日持ちする、日持ちするなんでかわかんないんだ、うん、おはようございます。おはようございます。2日目、さすがに1日で9店舗食べれないって難しいですね、それは。お腹焼きそばだらけだけど今日は、中央里見町のジンロックさんへやってきました。ここはね、しげくんよく行くんだけど、お蕎麦美味しくて、値段がめちゃくちゃ安くて、とんかつも美味しくて、うん、いろんなものあって、お客さんいっぱい来る。さらにペイペイ 30% も持ってくるんで、とてもおすすめの老舗ですね。3店舗行ったけど、みんな味違ったよね。全然違うよ。全く同じものを作ってるんだけど、みんなその店の味があって、また別物です。全然違いました。焼きそばであることに変わりはないけどね。というわけで、中の入ってみたいと思います。危ないもの持ってるからね。なんかちょっと危ない。はい、じゃあトマト焼きそばやってきました。結構ボリューミー。じゃん。なんか量一番多いね。一番多い。美味しくね。うまっ。屋台の焼きそばに一番近い。もっちりしてて、そこにこうミートソースが。美味しい。すごく親しみがある味。いただきます。はい。信玄くんが言ったみたいに、本当屋台の焼きそばみたいな感じで、なんか焼きそばメインの付属でミートソースがついてるみたいな感じで、めちゃめちゃ美味しいです。食べやすいですね、すごい。あのね、今回こうやって配信しているところは普段日常に行ってるお店ばっかりなんで、絶対損はないです。ぜひ見てください。トマト焼きそばはミートソース使われてるから、タバスコとかチーズとか合うんですよ。味変するのにもすごくぴったり。合いますね。なんと今日バレンタインデーですね。ジンロクさんの綺麗なお姉さんからチョコレートもらいました。マッチももらってる。マッチ食べれないなら食べてあげてください。あー、食べるね、自分で。すごいなんか気持ちもハッピーで、次のお店に向かいたいと思います。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。また来ます。よいしょ。さあ、5店舗目富士見食堂さんに来ました。イエーイ。富士山が見えるです。ちょっとカメラと見づらいかもしれない。なんで富士見食堂って言うのかもしれない。知らないけど。じゃあ、ご提供に行きましょうか。またかお前は。トマチュ、待機しててバイバイ。バイバイ、ごめんね。バイバイ。入れないからトマチュ。いらっしゃい。最初は。ほら、トマチュ。次が。よかったね、トマチュ入れて。よかった。早速ね。トマト焼きそばを食べていきたいと思います。はい。広いお店です。すごく。あ、どうもありがとうございます。明日はトマト焼きそば。ありがとう。美味しそう。鮮やかな色合い。なんか違う。今まで見てきたものと。イタリアチックな。イタリアンチック。すいません、今日はありがとうございます。はい、何が売れ筋なんですか。やっぱトマト焼きそば出ます。そうですね。リピートでよく食べていただいてます。トマト焼きそば一押しの店なのかなと思ったんですけど。テイクアウト何がするんですか。テイクアウトはトマト焼きそば。はい、できます。これちなみに僕が発案したんです。これ。え、そうなんですか。すごい。トマチューちょっと聞いてないよ。発案じゃないんですけど、これ多分僕がちょっと開発に
そうなんですね。すごい。今回この企画もトマト焼きそばがあったから始まった企画なんで。ああそう。前島さんのがいたおかげで今僕たちもこの取材ができてるっていう。すごい。じゃすいません、あのちょっと噛み締めて出していただきます。ありがとうございます。発散者の店ですよ。すごい。いただきます。うわ、どうへん。どうへん。すごい。え、焼きそばじゃない。え、初めてかもしれない。洋風。すごい。めっちゃくちゃ美味しい。マイルド。柔らかい。全部の味に角がなくて、甘さをすごい感じる。野菜の。すごい。甘い。もうすでにチーズとかかかってて、パセリも入ってて、もうなんか完成されてるっていうか、キャベツとか具材が結構ちょっと細かくなってますね。食べやすい。うーん。お、違う。全然違う。イタリアンです。これもパスタっぽくて、うん、ミートソースとよく合うように作られてるなって感じです。美味しいです。焼きそばのギリ範疇って感じで、うんうん、でも本当にパスタに近い。これはね、本当に美味しい。女性が食べたら本当に美味しいっていうのも、ね、うん、完食です。めちゃくちゃ美味しかったです。今からちょっと食休みを兼ねて、ね、トマチュを作ってる農家さんに行きたいと思います。トマト農家さん、トマト農家さんに向かいたいと思います。お疲れ様でした。ちょっとあの自販機がありまして、近くにこれ山梨初って書いてあるから何かなと思ったんだけど、なんとほら、山梨県内初、テレビや YouTube で話題の昆虫食事、コオロギ、カイコ、オケラ、イナゴ、バッタ、サナギ、ゲンゴロ。ゲンゴロがあんの。気持ち悪い。山梨県初。気持ち悪い。これね、 YouTube 的にはだけ言えないんだよね。絶対やだ。やだです。やめましょう。やめましょう。やめましょう。何でも何言っても静岡って言う。OK です。静岡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 。じゃあ高めていいかな。やだ。じゃあ勝った人が食べる。はい。最初はグー、じゃんけんぽ。おお。インパクトのあるフォルムって書いてあるし、金が硬いって書いてあるのに。おかえこさんです。シルクの里にあるおかえこさんです。やだーやだー。わーっ。外からもう虫っぽい。やだー。じゃあみんなで手に取りましょう。うわー、生きてない、生きてない、生きてるよ。やめて。せーの。はい、どうも到着。マリオシエンゲンさんにやってまいりました。トマチューがさっき、トマチューがいたから入ってきましたって人がいて、すごい、そこトマト買ってってくれたの。こちらのすごい、しかもめっちゃ美味しそう。農家さんからも毎日いてくれないかって言われました。中の方に行ってみましょう。はい、というわけで、あのマリオシエンゲンさんにやってまいりました。実は僕の後輩、ちょっとお土産があるんですけど、はい、お土産、あ、お土産がおかいこさんです。うまくはない。食べます。食べます。おー、すごいな。すごい。美味しいけど反応が思ったのと他の地区の人たちみんなこうなの。でも強気なんだ。久しぶりに会ったんだけど、なんか話聞いたら、なんかすごい撮ってるんだよね。ナイスカップル賞。ナイスカップル賞。どういうこと。それトマトが、トマトじゃないじゃん。あの山梨県で頑張ってる若手農家さんを夫婦で表彰する、うんうん、あ、そうそう、山梨県全商品自体は一山さんとかにも出してるんです。そう、一山さんと食べるじゃ山梨、うんうん、中央市のふるさと農で、ふるさと農でも出してる。はい、出してます。すげえ。はい、じゃあクオリティもやっぱ高くて。そうですね、安心安全な。なるほど。EC サイトでも販売してたり、メルカリとか楽まで販売してたり。今になってカイコです。味が来た。味が来た。トマト焼きそばに使ってるトマトって、はい、どんなトマト。多分うちのトマトは使ってそういうことを言うな。桃太郎っていう大玉トマトだと思うんですよね。そこは全部ね、大みんなちっちゃいとミニトマト食べてもいい。どうぞ。いただきます。トマト食べていい。はい、トマト食べて。
うまっ、酸っぱ、甘っ、甘酸っぱい、甘酸っぱい、うん、ちゃんと味がしっかりしてフルーツみたい、そうそうそう、うまい、すごいですね、違う品種があって、そう、パリッパリ、パリッパリ、硬くて、柔らかいトマト甘すぎじゃなくて硬くて美味しい、うちのトマトみんな硬い、そうなの、硬く作るのが方法とかあるんですか、いや、うちのはなんかわかんないけど、だから日持ちする、日持ちする、なんでかわかんないんだ、なんでか、そういうこと桜もみたいだけど、そう桜も、え、だからこのトマトさ、食べ比べとか俺したことないんだけど、中央市にいるのに、ふるさと納税で食べ比べせるっていうのを出してて、うれしそう、でトマトベリーオペラっていう品種で、うん、なかなか作ってる人少ない、いちごなみたいな、そう、いちごみたいな形してて、いちごの味する、トマト、うまい、一番トマトっぽい、硬くて若いくて、うん、夫婦でやってるなかなかないですよね、なんか今やっぱ農家って高齢化が進んでるし、また次の問題とかもあるから、そう、結構有名ですよね今ね、今工藤飛鳥さんと、え、そうそう、工藤飛鳥さんと、インスタグラムがあるここに貼っとくんで興味のある方は見てください山梨でちょっとレアな農業女子なんでもうトマト出会う前はね、あの普通に僕が結構飲んだりもしたことがあって、まあ奥さんはツンデレで有名だったけど、ツンデレというかツンツンデレぐらいデレがあんまりないタイプのツンツンでした、これがカップルで受賞したらしいです、これを出したからには羨ましいですね次のがラストの動画になりますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします、お願いします、お願いします、ではまた次の動画でお会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんこれ良かったら、ありがとうございます、ありがとうございます、代わりにタマメブツブツ効果いただいちゃいました、ありがとうございます、ではまた皆さん次の動画でいいじゃんやるじゃんちゃ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 また見ぬ山梨の宝探しに行く。